皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野先生の仮想通貨投資教室を行っていきたいと思います。今日は2018年1月23日火曜日です。えー、第1回草コイン勉強会の ICO プレスセールス案件 えー、極真空手、マスコインを分析してみたの第2部ですね。はい、これね、ちょっとね、あのー、ずっと、一回、20日にやったんですよね。やって、その後ね、えー、ちょっと、他の動画をね、アップロードしてたらね、だいぶ時間経っちゃったので、えー、とっととね、これやっていきたいと思います。そういえばね、今日はね、<laughs> えー、昨日、関東地方雪降ったでしょすごく20センチぐらい。で、今日の朝はですね、すごく晴れてて、暖かかったんですけど、あの、雪かきやったんですよね。家の前とか道路とかね。で、2時間ぐらいやってね、すごく疲れちゃいました。腰とかね、腕とかね、筋肉痛になっちゃいました。午前中はね、もうずっと雪かきですね。近所の人たちとね、みんなでね。雪かきして、あの、いい、 運動になりました。本当に。うん。なんか、スキー場に来たみたいで、顔がね、真っ黒になっちゃいましたね。うん。よかったです。そうそうそう。そうそれとね、あの、昨日なんですけど、昨日動画をね、5つぐらい上げたのかな。うん。真夜中から含め、真夜中も含めると、5つ、4つか5つぐらい上げたんですけど、そのうちのね、2つがね、 またね、急上昇ランキングに入ったんですよね。なんか、Google からメールが来てて、一個はね、昼ぐらいにあげたやつかな。<laughs> 昼過ぎぐらいか、あげたのが、あの、コインチェックの金,金融庁未登録問題っていう、えー、タイトルの動画ですね。あげたらね、えー、っと、そうですね、何位だったかな ?46 位、48位かな。なんか50位まで、 はい。ヒカキンとか、ありますでしょはじめ社長とか、猫店とかあるじゃないですか。あの、柴田とか。ああいうのも全部含めて、あの、50、50位の中入ったんですよね。また48位でギリギリだったんですけど、コインチェックの動画が、ま、急上昇ランキングって言ってね、入りました。それで、まあ、1時間ぐらいかな。 あの、急上昇ランキングに掲載されてですね。で、また消えちゃうんですけど、1時間おきに多分計,計測してるんですよね。で、夜になって、えっと、また上げたんですよ。なんだっけ。あ、あれだ。あの、FX ですね。はい。あの、ビットコインの価格が下がってるんだけど、まあ、送り人が続出になってるよと。まあ、その理由は、 え、ビットコイン FX を使っ、やってるからだよっていう動画をね、あげたら、またね、あの、急上昇ランキングに入ったんですよね。それは何位だったかな ?36 位ぐらい入ったかなうん。また入ってですね、あ、また入ったとか思って、うん。あの、なんか見てる人たくさんいるんだなと思ってですね、え、ちょっともう少し真面目に動画をね、作ろうかなって思うようになりました。 でね、これはね、あの、前回の動画と一緒なので、もう省きます。前回動画結構やったよね、しっかりね。で、ICO の、ICO って結構詐欺が多いっていう聞いててですね、まあ実際に詐欺も多いみたいなので、あの、前回の動画はね、ほとんどがこの金融庁が出している注意喚起情報を確認しようって言って、こっちにすごい時間を取ったんですよね。で、今回もですね、実は、えー この金融庁の注意喚起、あと1個だけ残ってたので、それをですね、ちょっとやりたいんですね。で、これこれ。これね、FX、あ、違う違う。仮想通貨をやる人向けに、金融庁がこのパンフレットを作って配布してるんですよね。で、このパンフレットをちょっと今回じっくり読んでいって、まあ、今回この動画を終わ,らに終わりにしてですね、 次回から、あの、ちゃんとマスコイン、マスコインのホワイトペーパーですね。ホワイトペーパー。もう早くしないと、あ、もうあれか、な、早くしないと、あの、プレスウェルス開始しちゃうので、あの、まあ、この動画の次ですね。だ今日中にまた、あの、アップロードしますけどね。はい。あの、や、あのマスコインのホワイトペーパーの分析やります。<laughs> じゃあ、こん、今回これやりますね。 平成29年4月から、去年の4月ですね。仮想通貨に関する新しい制度が開始されます。改正資金決済法などの施行。えー、仮想通貨が身近になりつつある中、仮想通貨交換サービスが適切に実施されるよう制度整備を行いました。えー、これが金融庁ですねで。こっち側は、最近仮想通貨の購入に関する不審な関与についての相談が急増しています。よくある相談事例。 をご紹介します。事例1。聞き覚えのない業者から電話で仮想通貨の購入を進められた。うーん、電話だね。これあんの、あんのかもしれないですね。先物とか結構ありますもんね、まだね <coughs>。事例2。投資に関するセミナーで金融庁推薦。ここでしか買えません。必ず価値が <laughs> 上がります。購入価格よりも高い値段で買い取ります。などの文句とと,ともに仮想通貨の購入を進められたと。 あのね、前も言いましたけれども、あの、ICO って、ま、資金調達するじゃないですか。これでね、やっぱり、あの、品川の高輪品川駅前の高輪プリンスホテルの、まあ、結婚式場、芸能人が結婚式を挙げるような、披露宴挙げるところですよね。すごく広いセミナー、あ、すごく広い会場を貸し切ってですね、なんか1000人とか、 2000人ぐらい集めてですね。あの、ICO セミナーをやってる YouTube 動画を見ました。はい。それでなんかその人、買っちゃったみたいですね。なんか海外の白人とか、まあ日本人ももちろん事務局でいたみたいなんですけど、海外の白人とかがね、喋ってね、通訳の人が喋ると、どうしてもね、日本人っていうのはね、白人に弱いんですよね。 それで、まあなんか、その、海外では、これからこうやってこうやってこうやって、すごいことになりますよーとか言って、で、みんながわーとかやる、言ってると、どうしてもね、買いたくなっちゃうんですよね。で、一口5万からとか言って、まあ安いし、いいかなと思ってね、買っちゃうんですよね。だからね、セミナーを開いて、大規模なセミナーを開いてね、まあその、札幌、札幌仙台、 東京、名古屋、大阪、福岡とかね、開いて、人をたくさん呼んでですね、で、その場で、あの、手続き、クレジットカード手続きとかね、させちゃうっていうのが多いみたいなんですよ。で、事例さん、金融庁や財務局の職員など、公的機関の職員を名乗る者から仮想通貨の購入を進められたっていうのは、ありえないけどね。ただ、仮想通貨、 の法律ってできたんですよ。うん。あの、はい。第1号と第2号はできたので、まあ、それ関係でちょっと騙されちゃう人いるかもしんないね。法律ができたからってことでね。えー、上記事例はいずれも投資詐欺の可能性があります。トラブルに巻き込まれないためにも、購入する前に次の事項にご,ご留意ください。だから、うん、まあ、投資セミナーはいいと思うんだけど、金融庁推薦っていうのはありえないよね。 ここでしか買えませんはあるかもしれないね、でもね。必ず価格がありますの。上がりますの。必,必ずはありえないよね、これね。あと、購入価格よりも高い値段で買い取りますんだったら、自分で投資すればいいじゃんって感じだよね、これね。怪しいんですよね。<laughs> 登録、登録業者以外による仮想通貨の売買は禁止されていますって書いてあるんですよ。登録業者は随時金融庁、 ウェブサイトで公表します。登録業者以外による仮想通貨の売買は禁止されてるの。法律で禁止されてんだ,だよね。これね。だからコインチェックが怖いよね。やっぱ登録されてないから、金融庁登録されてないんでね。あ、ここにあったか。もうしつこいんだけどね。これは1月17日現在のもので、今から6日前のものですね。で、まあ、あの、たくさんのね、方がコインチェックの えー、金融庁登録されていない事情に詳しい方からの、えー、投稿が、あの、連絡があったんですけども、まあ、あの、コインチェックが使ってる仮想通貨の中に、まあ、出所不明のですね、えー、ホワイトリストに載ってない、出所不明の、えー、っと、仮想通貨があるんだって何個か。まあ一、一個、一個じゃ、1個ぐらいかな。 あってですね、それの取引を停止しない限り、金融庁登録はしない、しませんよっていうふうに、金融庁から言われてるらしいですよ。うん。で、コインチェックも板挟みになってんだろうね。うん。まあせ、せ、ま、っ、あ、せっかくね、その、まあ、コインチェックで、まあ、取引、取引じゃなくて販売だと思う、販売ですよね。うん。取引所じゃなくて販売所。まあ、コインチェックの、両方あるからね。取る、コインチェックの中には、 取引所と販売所と二つあるんで,で、販売所の方で売っている、えー、ある外国の仮想通貨がちょっと怪しすぎると。<laughs> 怪しすぎるので <laughs>、まあそれを取り扱いを、販売をやめない限り、金融庁登録はしませんよって言ってんだよね。だからまあ、えっ、ー、と、ここに上がってるのは多分手堅い、えー、仮想通貨しか販売し、 販売したりしてないんでしょうね。それで一番多い、このテックビューローの財布ですよね。で、ここに上がってんのは、別にその出所は OK だよってことですよね。ここに、あとでね、ちょっと比較をしてみようと思うんですけど、まあ、モナコインもいいんでしょうね。だから、コムサとか、イーサリアム、ゼム、ネム、ゼン、 ネクスコインとか、開花コインとか、フィ、フィスココインとか、ペペキャッシュ、ストレージコイン X とかね、うん、ビットクリスタルとかね、カウンターパーティーとかいろいろあるんですけども、ま、あこれは金融庁は、ま、出所を確認して OK だったんでしょうね。だから、ま、あ会社のね、運営自体に怪しいところがあるってわけじゃなくて、えー その、怪し、怪しいコインは、怪しいコインっていうかさ、えー、もうなんかそういうの扱ってるから、えー、ダメだっていうことなんですよね。あ、違う。えー、っとですね。あれちょ、消しちゃったかなそ、あ、これですね。あ、こっちですね。はい。 じゃあちょっと次行ってみましょうか。はい。いうん。まあちょっとなんか相談は、えー、仮想通貨を含む金融サービスに関する相談は金融庁と消費者ホットラインと、えー、警察がありますよってことですね。次のページ。仮想通貨の交換はスマートフォンからでも簡単に開始できる状況になっていますと。ちょっと大きくしますね。 うん、こ,れこれからサービスを利用する方も、すでにサービスを利用している方も、まずは次の点を確認することが重要です、えー。金融庁財務局の登録を受けた事業者であるか確認していますかって、しつこいんだよな、これあ。登録業者の名称は、随時金融庁ウェブサイトで公表します。制度開始、以前から仮想通貨交換サービスを行っている事業者については、 制度開始から6ヶ月間の登録猶予期間が設けられていますと。コインチェックはもうこの6ヶ月の猶予期間過ぎちゃったんだよね。過ぎちゃってんだけど営業してるから、どうなのかと。ま、明日あたりちょっと金融庁財務局に電話してみますかね、これね。コインチェックって取引してもいい、あの、いいですかと。これ、あの、大丈夫だ <laughs>。 金融庁財務局のそのコインチェックのまあ登録審査の,あの中東中間報告みたいな聞いてみましょうか今どうなってるのかそれかもう完全にダメになっちゃってるのかとかいや今あともう少しで大丈夫だとかね聞いてみましょうかまあ聞いてほしい人はちょっと動画解説欄にコインチェックの審査って今どうなってるのか金融庁に聞いてください で動画解説、あ、違う、動画コメント欄にリクエストを書いておいてください。え次、取引する仮想通貨の内容に関する説明を、登録業者から受けていますか <laughs> 登録業者は、利用者に対して取り扱う仮想通貨の仕組みやリスクについて説明する義務があります。例えば、仮想通貨が法定通貨ではないことや、価格変動に伴う損失リスクなど、 あることなどについて登録業者から説明を聞き理解しており取引を行うようにしましょうと書いたんですけどま,あまあセミナーなんかやってるえとこないですよねビットフライヤーもないしコインチェックもないし財布もテクビューロもないしビットバンクもないしセミナー開いてくれるとね優しく開いてくれるとこってないし うん、まあ動画、あ、少し、ど、YouTube 動画で少し解説してあるのは、財布のテックビューロぐらいかな。うん、まああれですよね、講座解説するときに、まあ細かい字で PDF でね、パラパラパラって書いてあったりするんだけど、まああとホームページに書いてあるんですけど、まあ利用規約みたいな感じで書いてあったりしますけども、ちょっと読まない、読まないんですよね、全部ね。読みづらいんですよね。 なお、登録業者が取り扱う仮想通貨については、随時金融庁ウェブサイトで公表します。これだよね。これだよね。ここのとこだよね。うん、書いてある、書いてある。ビットコインしか扱ってないとか、ビットコインとイーサリアムしか扱ってないとかって多いよね、やっぱり。あのー、よっぽどやっぱり信用ならない、えー、仮想通貨が多いんだろうね。こんだけだもんね、取り扱ってんのね。で、唯一この、まあ、 財布と、あと、ここだよね。もう一個、下のとこだよね。えー、X、θ。だよね。ここぐらいかな。あと、もう一個。フィスコ仮想通貨取引所、まあ、この三つぐらいかな。ちょっといっぱい。うん。まあこ、こ、うん、そうだよね。でも、こんだけあるんだったら、まあ、財布だけ、財布だけ うん。やっとけばいいかなと。解説しとけばいいかなって感じですよね。次。えっ、ー、と、取引内容や手数料などに関する説明を登録業者から受けていますか登録業者は、利用者に対してこれから行おうとする取引の内容を取引金額などや手数料などについて説明する義務があります。登録業者からの説明を聞き理解しておいて取引を行うようにしましょう。って書いたんですけど、 まあ、これもね、PDF とか細かい字でホームページに書いてあるだけですからね。なかなか理解できないまま講座解説しちゃいますよね。はい、次。自身が行った取引の履歴や残高について適時確認していますか両者は自身が行った取引の履歴や事業者につけているお金、金銭は仮想通貨の残高についていや、 または仮想通貨の残高についてしっかり確認することが重要です。登録業者は最低3ヶ月に一度利用者に対し取引の記録や残高について情報提供する義務が、ことが義務付けられています。なるほどね。で、これらの情報について事業者のウェブサイトなどでよく確認した上で取引を行うことが重要です。ああ、だから事業者のウェブサイトなどで表示しておけばいいってことなんですね。仮想通貨交換サービスに関してよくある質問、 と、回答は中面をご覧ください。仮想通貨の不審な介入についての留意事項は裏面をご覧くださいと。で、次、横ですね。もし、こい、まあ、FX、FX が世の中に出た時もですね、あの、日本の、あの、登録制っていうのがなかったんですよね。それで、あの、乱立したんですよ。FX の、えー、運営会社がね。 FX 運営会社が乱立して、で、お客さんのお金ね、持ち逃げした会社結構あったんですよ。で、ある日突然、あの、ホームページがなくなってて、で、入金してあったお金がね、全部なくなって、も帰ってこなくて、その経営者がどっか行っちゃったっ、つってね。あの、泣き寝入りをした、あの、人がね、結構いるんですよね。だから、あの、 今回の仮想通貨についても、まあ、しばらくは、<laughs> まあ、そうか、あとマウントボックスがありましたよね。マウントボックスも、あの、あの時に金融庁の登録制度っていうのがなかったので、まあ、あの、適当にやっててで、結局お金はすごくいっぱい集まったから、まあ、あの、お、あの、お客さんからね、預かったお金とか仮想通貨が、まあ、なくなっちゃったって言って、倒産しちゃったんですよね。 まあそういうことをなくそうってことですね。で、はじめに、仮想通貨がショッピングや送金などの際に支払い、資金決済ツールとして利用される機会が増えてきています。仮想通貨とは、改正資金決済法では、次の性質を持つ財産的価値を言います。マルチ不特定のものに対して代金の支払いなどに使用でき、かつ法定通貨日本円や米国ドルなどと交換、そ互に交換できる。 丸二、電子的に記録され移転できる。丸三、法定通貨または法定通貨建ての資産、プリペイドカードなどではない。うん。有名な仮想通貨として、例えばビットコインがあります。仮想通貨交換業、仮想通貨交換サービスとは、改正資金決済法では仮想通貨と法定通貨または仮想通貨同士の交換や交換に際して、利用者の金銭、仮想通貨を管理する業務も言います。 あビットフライヤーとかね、コインチェックとか財布とかですよね、これね。えー、で今回の制度は、利用者保護やマネーロンダリング対策の観点から、仮想通貨交換サービスを行う事業者に対して以下の義務を欠かすものですと。うん。まる、うん、仮想通貨交換サービスを適切に実施するために登録制の導入。えー、金融庁財務局の登録を受けた事業者。 以下登録事業者のみが国内で仮想通貨交換差別を行うことができます。登録を受けるためには株式会社であることや賞金の額が1000万円以上であることなど一定の要件を満たす必要がありますと書いてあったんですよね。で、まあ、あの、細かくね、どんな審査が行われるのかっていうのは金融庁のホームページに PDF でありました。で、あの、細かく細かくこういう審査やりますよっての書いてあって、 ま、その中にね、取り扱ってる仮想通貨の、ま、出所なんかっていうのも一応調査しますっていうのが多分あると思うんですよね。で、それで止まってて、その審査が止まってんのか、もう審査結果が出てて、営業禁止になってんのか、で、営業禁止だけど勝手に営業してて、あ,あ、もう少しで、あの、免許取り消し、免許取り消し命令出す予定なんですとかいう状態になってんのか、 そこら辺超怖いですよね、本当にね。超 <laughs> に、利用者がリスクなどを理解の上、取引を開始できるようにするために、利用者への適切な情報を提供。利用者に次の情報を提供することが義務付けられています。取り扱う仮想通貨の名称や仕組みなどの説明。あんまないですよね、こういうのね。仮想通貨の特性、法定通貨でないことと、格変動があることなど。 手数料などの契約内容などと。うん。丸さん、利用者財産を適切に管理するために、利用者財産の分別管理。利用者から預かった金銭仮想通貨と、事業者自身の金銭仮想通貨とを明確に区別、区分して管理することが義務付けられてるんだけどもね。なんか他の信託銀行とかに預けるとか、そういう、そこまではやらなくていいみたいですね。FX とか株っていうのは、あの、証券会社は持ってないんですよね。 新宅銀行とかがね、あの、持ってるんですよね。いちいちだから毎日、えー、決算するんですよね。丸4、マネーロンダリング対策のために取引時確認の実施。次の場合には、運転免許証などの公的証明書の確認などが義務付けられます。両者の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。口座開設時、200万円超の仮想通貨の交換現金取引。 10万円超の仮想通貨の移転送金ですね。一度か、取引確認。一度取引時確認が済んでいれば原則として公的証明書の再提出などは必要ありません。<laughs> そういえば、なんか今日もニュースで出てましたけれども、韓国の仮想通貨の法律が、まあ、結局、このままやっていいよってことになったみたいですね。まあ、知ってましたけど私も。 あの、結局、まあ、このままやってもいいんだけど、やっぱり、マネーロンダリングの問題があるから、えー、実名制、実名登録してくださいって言ってましたけど、今まで、じゃあ何今までは、あの、実名じゃなくてよ、よかったんだって感じですね、韓国は。匿名韓国の、あの、仮想通貨、講座の解説っていうのは、匿名で OK なんですよね。 まあ他のバイナンスとか空港員なんかも匿名ですけどね。はい。まあある一定金額以上の資産になっちゃうと、まあ実名、本人身分証明書などを提示しなくちゃいけないみたいですけど、韓国も匿名だったみたいですね。それをまあ1円単位から実名でやるようにしただけであって、韓国は仮想通貨の取引はまあ今までと同じ通りやるってことになったみたいですね。 はい。おちょちょで、これ最後のページ、ちょっと読んじゃいますね。仮想通貨交換サービスに関してよくある質、ご質問とかご回答をご紹介します。えー、質問1、なぜ仮想通貨に関する新しい制度が導入されることとなったのですか答え、答え、えー、G7 サミットなどにおける国際的な要請や、 国内の仮想通貨事業者の破綻事例を踏まえ、マネーロンダリング対策や利用者保護の観点から、仮想通貨交換業を行う者に対する規制を整備しました。まあ、そうだね。マネーロンダリング。まあ、資金洗浄と、まあ、マウントボックスの破綻みたいなように、まあ、破綻する会社をなくすためですよね。えー、次、えー。質問2番。登録業者が取り扱う仮想通貨であれば、 購入しても損をしないでしょうかまた金融庁財務局が購入を推奨する仮想通貨はあるのでしょうか回答。登録業者が取り扱う仮想通貨であっても、例えば価格が急激に低下するリスクなど仮想通貨ごとに様々なリスクがあります。このため、登録業者からリスクに関する説明を受け、理解検討した上で購入するかどうかを判断してください。なお、金融庁財務局が特定の仮想通貨の購入を推奨することは一切ありません。そうだよね。 そうだよね。だから、まあ、金融庁財務局に登録してある業者だからと言って、まあ、別にね、それがどうしたのって感じはありますよね。確かにね。うん。質問3。外国の事業者から仮想通貨の交換について関与を受けましたが、取引をしても問題ないでしょうかあ、これそうだよね、これだ。うん。まずは金融庁ウェブサイトで登録業者かどうかを確認してください。日本で登録を受けてない外国の事業者が、 日本国内にお住まいの方に対して関与を行うことは禁止されてんだね、法律でね。ああ、だから i c o 案件とかどうなんだろうね。ダメなのかね。やっぱりや,やったらいけないんだろうね、これね。登録を受けてない事業者から関与を受けた場合は、金融庁財務局までお知らせくださいか。逮捕されちゃうんだね、これね。外国とか、あとあれか。だから国内でも、ああ、れか。直接 i c o をやる、 大元の会社だったら別にいいのか勧誘しても。中間業者は勧誘しちゃいけないってことね。中間業者は、え、金融庁の登録が必要ってことね。金融商品取引の登録が必要ってことですね。うん。で、質問4。登録業者に預けた金銭や仮想通貨は適切に管理されているのでしょうか登録業者は法令上、 利用者から預かった金銭や仮想通貨と事業者自身が保有する金銭や仮想通貨を明確に区分して管理すること。管理状況について年1回以上の外部監査を受けることが義務付けられていますと。えー、質問5。登録業者から仮想通貨の取引に必要とされる秘密鍵を受け取っていませんが、これはどう問題でしょうか え、登録業者が利用者の秘密鍵を一括で管理しているケースも多く見られますが、直ちに問題とは言えません。いずれにしても契約内容をよく確認した上で、取引を行うこと、登録業者から付与された取引に必要な情報 ID やパスワードは、え、利用者自身で厳重に管理することが重要ですと。まあ、あの、ロゴン ID とパスワードね。で、秘密鍵と公開鍵、 え、は、まあ、登録業者が、預かってるか、ですよね。預かってるんでしょうね。だって、あの、利用者が、え、秘密鍵と公開鍵もらってもね、なくしちゃったら終わりだからね。だから、多分、ウォレットに入ってるんですよね。秘密鍵と公開鍵はね。で、秘密鍵と公開鍵を使って、えー、あれですね。仮想通貨 ID を作りますよね。まあ、いわゆるウォレット ID を作りますよね。 うん、よく使われる用語で終わりですね。ビットコイン、世界で最も普及流通しているとされている仮想通貨の名称、単位は BTC、ウォレット事業者より定義の差、異はありますが仮想通貨を保管するために使用される財布のようなもの、秘密鍵、仮想通貨の送付時の取引で署名を行うために必要とされるパスワードのようなもの、プライベートキーも同様、同義、ブロックチェーン、ビットコインなどに用いられる技術であり、 取引データを参加者間で共有することにより、ビットコインなどの不正な取引、取引記録の改ざんなどを不正防止することができるとされていますということで終わりですね。金融庁のパンフレットを読みました。で、この動画の後にですね、あの、マス、マスコインやります。あとね、あの、ちょっとね、やりたいのは、このモーニングスターってあるじゃないですか。株とか。 えー、かわとかね。で、モーニングスターが、まあ、一応仮想通貨の情報も提供しててですね。まあ、仮想通貨ランキング、ここにも、まあの、他のホームページにもいっぱい載ってますけど、まあ、載ってると。で、ビットコイン、イーサリアム、リップとか載ってて、まあ、今日すごい下げてますけどね。<laughs> これまたずっと下げちゃうのかなって感じもしますね。ビットコインが115円になっちゃったしね。一時ね、140万円まで、まあ、いったんだけどね。 で、これ、あれですよね。自家総額ランキングの5位にカルダノエダコインが来てるってすごいね。しかも供給量が半端じゃない多いのに、5位に来てる。まあ、リップルはもう本当に多いですけどね。カルダノも多いですね。あとね、まあ、いろいろ見て、なんとちょうど100位にですね、 あ、ちょっと変わってますね。99位に FX トレーダー、おのちゃん、ニート FX トレーダー、おのちゃんが推奨してた、パ、草コインのパックコインが来てんですよね。これむっちゃくちゃ発行量多いですけど、今0.01円なんですよ。0.01円ですよね。だからこれね、パックコインは、 ひょっとしたらバケるかもしんないね。今0.01円なん。んだから0.1円以下がいいんですよ。あとこれ、エクスペリエンスポイント0.14。0.1、うん、円より上ですけど0.14とか。うん、これ1.18まで来ちゃい1円。あ、0.055金とか。これ韓国じゃないですか。金か、そしたら。金わかんないね。中国かな うーん。あとこれ。デンタ、デンタコインとかね。これちょっとホワイトペーパー見ないとわかんないですけど、これ発行量、発行量は、前代未聞の多さですね、これね。うーん。これ同時コインがここになりますね。噂の同時。同時コインも。あ、これはあれでしたっけバイナンスのトークンでしたっけね。 同時、バイナンスでしたっけ空コインだったっけバイナンスか同時コイン持ってると、取引手数料が半額になるとかやつですよね。0.73なんでまだ安いですよね。こういう安いね、こういうバイテックコイン、バイテコインとかね、草コインをね、狙っていくんですよね。もうこれ何千円とか何,何百円とか何千円ってのはもう、もう、目、目しちゃダメです。トロンがまあ、まだ7円30銭なんでね。 トロンもまあ、まだいけるかなって感じですね。まあ、一応こう当たりをつけるんですね。こうやってね。当たりをつけて、あとホワイトペーパーを読んでですね。まあ、買っていくって感じかな。まあ、一応世界ランキング100位以内に入ってるから、安心って言えば安心なんですよね。うん。なんか1からですね。どっかよくわかんない草コインとか、あの、ICO でね。 この、だって、例えばその、マスコインとか、買ったとしても、販売所で取引が、販売所で販売されない限り、あの、換金できないですからね。円にね。まあ、まずはビットコインに換金して、それから、円に換金しないといけないですから、そういう意味で怖いんですよね。そういう、そうするとパックコインとかは、まあ、あの、直接も買えますしね。 業者、あの、この i c o をやってるところから直接買えるし、えー、販売所ももうあるんですよね。あの、空港コイン、えー、ちょ、ク空港イン、クーインとかで買えるんですよね。一時取引停止してましたけどね。ちょっとあまりにも値上がりしすぎたんでね。草コインのくせにね。はい、ということでね。あ、あとね、お知らせがあってですね、後でやりますけど、国内初の仮想通貨、 および IC を格付けを開始するって言ってるんですよね、モーニングスターって。これ去年言ってたのかなで、プレスリリースしてるんだけど、まだやってくれてないんですよ。このホワイトペーパーと、モーニングスター独自の評価手法ですね。経営陣とプロジェクトチームの評価とか、プロジェクトの事業評価とか、流動性安全性の評価とかやってくれる、やってくれるって書いてあるんだけど、モーニングスターがね。 で、海外には何個かあるんですよ。ICO の格付け会社っていうのは。でも、やっぱり国内ではそのモーニングスターブ初めてやるって言ってるんで、早くね、やってほしいよね。これね。早くやれよって感じだよね。<laughs> はい。ということで、今回はね、これで終わりにさせていただきたいと思います。どうも、ありがとうございました。失礼いたします。また後でね、すぐに動画アップロードします。